エレーナ・リバキナは、ロシア・モスクワ出身で、カザフスタンの女子テニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝を挙げている。WTA ランキング最高位は、シングルス25位。5歳でテニスを始める。2016年に、プロに転向。2018年に国籍をロシアからカザフスタンに変更している。 4大大会では2019年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場した。2019年7月のブカレスト大会で WTA ツアー初の決勝に進出し、パトリシア・マリア・ティグを6-2-6-0で破り、ツアー初優勝を果たした。2020年1月のホバート大会の決勝で、超卒を7-6-6-3で破りツアー2勝目を挙げた。 2020年全豪オープンでは3回戦まで進出し、大会後のランキングで自己最高のシングルス25位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。